ヤッホーもみです。ロッキーに行ってきました。というわけでロッキーに参戦する前にタイムテーブル作戦会議っていう動画を出したんやけど、それを出した時に結局どうなったんですかっていうのをちょこちょこいただくので、今回は実際にどんな感じで回ったのかみたいなことを話していけたらなと思います。で、今回のこの動画は8月の6日デイ2に行った時の話をします。もし同じ日に行った人は余韻ビタビタで聞いてほしいし、行ってない人はこの曲やってたみたいなことになると思うので、いろんな楽しみ方をしてもらえればなと思います。というわけで早速始めていきたいと思います。まずこのオーラルのユニフォームが無事に届いたので私はこれを着ていきました。今回このユニフォーム背中の文字とあと数字を好きなように入れれるよっていうので、私はマミっていうのと5150入れることにしました。5150っていうのはオーラルの曲の中で5150っていう曲があって、もう私その曲めっちゃ好きやからその曲名を入れました。もうなんてわかりやすいユニフォームなんでしょう。もうこれ着てたらもう私ってすぐわかるから、みんな見つけやすいと思うので、私がこれを着てるときは絶対に声かけてほしいなと思います。まず私はこの日にねグッズを買いました。嬉しいから紹介する。今回私が買ったグッズがこちらです。これはユニゾンスクエアガーデンのフードタオルです。こんな感じでタオルにフードがついてるっていうやつやねんけど、まあこれの使い方としては、まあこんな感じで日差しがめっちゃ強かったから、もう私はもうこうやってかぶってこんな感じで会場うろうろしてました。しかもここにボタンがついてるのがな、超便利なの。買ったばっかりやってんけど即使い、これですごいうろうろしてました。そしてまあグッズ買ってなんやかんやしつつ、朝ごはんとしてカレーとビールをたしなませていただきました。やっぱな、このフェスの日の午前中に飲むお酒ってマジで最高やから、ちょっとお酒飲める人はマジ朝酒やってほしい。ほんまに背徳感がすごいの。お酒飲める人はぜひ朝一ビールやってほしいなと思います。お腹いっぱいになり、まあそこからライブが始まっていくわけです。まあセトリを見ながらライブの様子をね振り返っていきたいと思います。一番最初に見たのがモンゴル800です。これはねもう予定通りモンパチを見てんけど、もう1曲目からあなたに最高すぎてんけど、私あなたにと小さな声の歌聞きたいって言ってたやん、入ってるんです。え、マジで嬉しかった。この沖縄コーリングっていう曲でいつもパーティーダンサーが現れるの。赤いタンクトップ着た人がこう現れるんやけど、もうめちゃくちゃその人のダンスがキレッキレで、でその人見ながらみんなでなんかもうこんな感じで踊ったりすんねんけど、グラスステージ全員で踊るわけ。その空間がめちゃくちゃ楽しくて、しっとりなんか名曲もいっぱいあんねんけど、ライブはこういう楽しいところもあるっていうのがね、ほんまにモンパチのライブめっちゃいい。モンパチ見てほしいなと思う。多分沖縄コーリングはやると思うので、沖縄コーリングやった時はそのパーティーダンサーにもすごい注目してもらえればめちゃくちゃ楽しさ倍増するんじゃないかなと思います。そしてね、小さな恋の歌を念願のみんなで歌ってきました。もう朝一の青空の下でさ、もうみんなで歌うのもなんか鳥肌が止まらんかった。世代を超えてもなんかみんなが歌えるそんな曲ってほんまにすごいなと思いながらめちゃくちゃ大合唱してきました。作戦会議の時は途中で抜けるとか言っててんけど、もうなんかこの空間にいたすぎて途中で抜けられへんかったんよ。だからモンパチを最後の最後まで楽しみました。続いてゴーゴーバニラズに行ってきました。まあここは予定通りやってんけど、前回の作戦会議で私サマーブリーズが聞きたいってめっちゃ懇願してたのよ。それが通じたみたいで、リハーサルでサマーブリがやってたんよ。でも私は聞き逃してるの。後から聞きました、サマーブリやってましたねって。私はもうモンパチに夢中やったから、もう全然サマーブリやってたことに気づかず聞き逃しました。でも本編もめちゃくちゃ良かった。見てこれ、ザ・バニラズって感じのセトリすぎひん。もうこれさ、もうバニラズはこんなバンドですよ、ドカーンっていうのをやっぱロッキンで示したみたいなセトリやねんけど、メインのロータスステージにバニラズが10年かけてたどり着きました。もう私はそれがもうめちゃくちゃ嬉しいの。やっとのね思いで、もうほんまに紆余曲折あるバンドなのバニラズって。まず他のバンドもそうやねんけど、もう特に私はもうそれをずっと見てきてるから、あーもうバニラズがメインステージやーって思いながらビョンビョン飛び跳ねてすごい楽しんできました。見渡す限りさ、こんなにバニラズにお客さんが集まってるってずっと友達に喋っててんけど、もうなんかその光景がまずめちゃくちゃ嬉しくて。でもさ、平成ペインから始まり2曲目にやったのが
お子様プレート、メンバーがサイドステップ踏むところがあるんよ。で、私もなんか結構そのサイドステップが好きやからメンバーと一緒にサイドステップ踏むねんけど、やっぱフェスやからさ、サイドステップ踏むところまでする人っておらへんのよ。やねんけど、私の斜め前ぐらいのカップルが2人でめっちゃ楽しそうにサイドステップ踏んでて、もう私はそのカップルをすごい抱きしめてあげたいぐらい微笑ましい光景で、ふんふんって思いながら一緒にサイドステップ踏むっていうね。なんかもうめちゃくちゃ一人で勝手に楽しんでた。で、その後のデッドマンスチェイスなんて、ふくらはぎちぎれそうになるぐらい飛んでました。もうみんな覚えといて。これが始まったら休憩する時間なんてないのっていうぐらいめちゃくちゃ楽しい曲なの。ほんまにバニラズをフェスで見ることがあったりとかしたら絶対に飛び跳ねてほしいなと思います。で、今回このバニラズはロッキンでなんか重大発表しますみたいな。公式が事前になんか大切なお知らせがありますみたいな。もうそんなんさ、言わんといてよ、気になる。なんか前半すごい楽しくはやっててんけど、やっぱ、なんやろお知らせってみたいな。え、誰か結婚すんのかなとかなんかいろいろ考えるわけよ。え、なんやろなんやろと思ってたら、来年の3月に幕張で 2days やりますみたいな。もうなんかさ、私はさ、もうふわーってなるわけ。え、待って、バニラズが 2days ですかみたいな。で、なんかすごいうるうるしながら詳細聞いてたら、1日目ワンマン、2日目、対バン形式で何組か呼びますみたいな。もうな、なに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 みたいな。誰くんのみたいな、すごいそわそわしてしっかりと帰りチケットをポチって帰りました。 2days 予定でございます。皆さんね、今回のこのロッキンでいいなと思った、今年の夏いいなと思ったら、マジでみんなで幕張行こう。もう幕張をバニラズで埋めましょう。でも最後ね、エマカウントアクションマジック、もうこの流れはもう本当に素晴らしいです。めちゃくちゃ盛り上がったバニラズ、楽しかったです。そして続いてね、こっからはもう爆速でハンブレッダーズに行く予定やってんけど、もう道っこ見すぎて全然爆速で走られへんかった。もう遠くの方から銀河高速が聞こえてきたんよ。で、私と思って、この銀河高速セットリストに入ってなかったの、ここ最近で、うわ銀河高速が聞こえると思いながら人をこう塗って塗ってたどり着いてんけど、もうなんかさ、たどり着いた頃には銀河高速終わりかけてて、でもそれでもなんか久しぶりに銀河高速聞けた。そしてね、聞きたいって言ってたカラオケサマーバケーションが聞けました。嬉しい。やっぱな、この曲めっちゃいいのよ。私サビのところの夏休みのところめっちゃ好きやねんけど、もうこれがね、聞けたのが本当に嬉しかったです。その後のフェイバリットソング、ワールドイズマイン、デイドリームビート、もうこの流れもマジで最高やった。やっぱフェスってさ、すごいお祭りみたいな雰囲気やん。まあ、特にロッキンはそうやねんけど、なんかお店がいっぱい出てたりとか、わちゃ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 しているこうお祭りみたいな空間で、ハンブレッダーズは教室の隅から来ましたみたいな感じのバンドやから、このフェスっていう空間の中にいる、一人で来てるとか一人で見てるあなたを取りこぼさへんようなライブをするハンブレッダーズがもうほんまに最高すぎて、この日このハンブレッダーズを見た人の中ですごい勇気とかいろんなものをもらった人がたくさんいるんじゃないかなと思って、めっちゃいいライブやったなと思いました。ハンブレッダーズはそんな感じです。そして次、スカパラを見る予定でこうお酒を買いに行っててんけど、お酒買い終わる頃にはスカパラが終わっていました。後からセトリを見るとサウシーのしんちゃんがゲストボーカルで来てたんですが、私はそれを見事に見逃しました。もうフェスってだからこうなるのよ、本当に悔しい。モンシロチョウめちゃくちゃ聴きたかった、スカパラとしんちゃんがこうコラボして、あのモンシロチョウっていう曲をやってんねんけど、モンシロチョウみたいな曲調にもうしんちゃんの声がめちゃくちゃ合ってるの。私はもっとこういう歌声を聴きたいってこの曲聴いてめちゃくちゃ思ってんけど、マジでめっちゃいいから、ちょっとみんなモンシロチョウだけでも聴いてください。もうほんまに、あー聞き逃しました。私は聞いた人感想ください。続いて私はユニゾンスクエアガーデンを見てきました。もうこのユニゾンが始まる瞬間にもうびっくりするぐらい土砂降りになって、もうなんかちょっと雨降ってきたなとかじゃなくて、もうしっかりびしゃびしゃ、めちゃくちゃ雨降ってみんながざわざわしてる中、もうユニゾンの3人はさ、さっそうと出てきてさ、一言も発さずにライブを始めたのよ。いやもうその姿がかっこよすぎて、もう始まった瞬間に全員のざわざわを止めるぐらいの音圧で、もうめちゃくちゃかっこいいのよ。でもセトリ見てこれ、ウィンドウを開けるスタート、えこれ始まりってなってめっちゃテンション上がるやん。もう一個見てほしいのが、私が聞きたいって言ってたミレミアムハッピーチェーンソーエッジが入ってた。
いや、マジで嬉しかった。私なんか、はぁって言ったもん、その、始まった瞬間に。こんなんなって二人で、はぁとか言って、めちゃくちゃテンション上がった。君の瞳に恋してないとかさ、桜の後とかさ、もうマジで、最新の曲も入ってんねんけど、ちょっと昔の曲とかもこう、織り混ぜてやってくれたから、コンセトリめちゃくちゃ熱かった。MC も一言もなく、曲だけやって変えるみたいな。雨も、ユニゾンの演出の一つですよ、みたいな感じで、もうさっそうとライブやって帰ってった姿、マジマジでかっこよかったし、めちゃくちゃテンション上がりました。そして続いてポルノグラフィティを見てきました。いや、もうさ、セトリ見て、もうこれやばくない？もうびっくりしたけど全部知ってた。で、やっぱこの真夏のポルノってさ、やばいな。私初めて見れてんけど、めちゃくちゃテンション上がるし、一番最初にこのミュージックアワーやってくれてんけど、私もこの曲大好きで、で、このミュージックアワーはもう私自分がラジオ番組を持てたら絶対に1曲目に流したいって一生言ってる曲なの。それぐらいめっちゃ大好きで、これサビのところで振り付けみたいなのがあって、友達から聞いてたから、あ、これや、噂のこれやってめっちゃテンション上がりながら、こう周りキョロキョロしながら一緒にこうやったりとかするのがめちゃくちゃ楽しかったです。で、なんかサウタージとかアゲハチョウとかメリッサとかめちゃくちゃ青春とか思いながら、で、一番最後にさ、聞きたかった羽馬ライダーがさ来てさ、なんか終始ふわーってなりながら、いいんですか、私こんなにも好きな曲をこう並べていただいてみたいな、岡野さん私が聞きたいってこう伝わってたみたいなっていうぐらいめちゃくちゃテンションが上がりました。いい夏の思い出ができたっていう感じでした。でもこれ途中で抜けてフジファブリック行こうかなとか言っててんけど、もうこのセトリは抜けれませんでした。で、後々聞いたら、私が聞きたいって言ってた若者の全てやっててんで、また聞き逃しました。ほんまにね、フェスってこういうことあるの。なんかあんなに計画練ってても結局こうなんねん。こればっかりはマジで諦めるしかないから、はぁ、悔しい。そして続いてマキシマムザホルモンです。まあ、ホルモンを見ながらはなんかフォトスポットに並んで写真撮ったりとかしててんけど、恋のメガラバ始まりやってんけど、もうスカパラパイセンとのコラボ、華やかさめっちゃ上がってて、盛り上がりも半端なくてめちゃめちゃ楽しかったです。で、やっぱこのホルモンのその全員腰落として頭振ってる感じがマジで、旗から見てたら宗教感すごくて、でもそれがいいというか、やっぱ大人がさ集団でさ頭振る光景ってマジで異様異常なのよ。見てても楽しいし、やってても楽しいし、遠くから眺めててももう楽しかった。めちゃめちゃ私の周りで並んでる人たちも体揺れてたりとかしてたから、会場全体でホルモンをみんなで楽しんでる光景がすごい良かったなとか思いながら、ちょっとぼんやりホルモンを眺めてました。そして続いてマイヘアイズバッドです。めちゃめちゃ久しぶりのマイヘアでした。でも見て、1曲目私が一番聞きたかった歓声を探してスタートです。初めて聞いた時からめっちゃいい曲やなってずっと思ってたんよ。で、これをマジでライブで聞きたいって思い続けて、やっと今回聞くことができました。これの裏がフレデリックやって、途中で抜けてフレデリック行こうかなとか思っててんけど、びっくりするぐらいマイヘアがかっこよすぎて、私はもうライブを途中で抜けることを諦めましたっていうぐらい、もう今回めちゃめちゃかっこよかったんよ。シーキさんに向けての黄色いかっこいいとかって言うんじゃなくて、もうバンドとしてかっこよすぎたの。この日のライブ、マイヘアイズバッドというバンドのワンマンに行きたくなった、そんなライブやったなってすごい感じて、めちゃめちゃかっこよかった、ほんまに。そして続いてフォーリミテッドサザビーズです。結構後ろの方で見てて、で、人も少なかったからわちゃわちゃ飛び跳ねてたの。その飛んでる姿をなんか私のことを知ってくれてる人になんかめちゃくちゃ目撃されてたみたいで、なんかすごい飛んでたので声かけるのやめましたってDM ですごい言われてちょっとめっちゃ恥ずかしかったんけど、ほんまにビョンビョン飛んでました。この日もほんまにさ、雨が降ったりやんだりがすごかったんよ。そんな中もうスイム始まりです。みんなで泳ぎました。このスイムからのこの勢いがやばくて、もう流れるようにさ、もう曲が展開されていくわけ。そこからのワープ、もう私ワープめっちゃ好きやねんけどさ、ワープやったーみたいな、もうめちゃくちゃもだえながら聞いてた。氷目の演出でなんか水がドカーンってこう散るみたいなあって、前の方にいた私の友達が演出でびしょびしょになって、なんか元からびしょびしょなんかわからへんぐらい濡れてきたとか言って、遠くから見てたらなんかちょっと虹かかったりとかしてめっちゃ綺麗やし、なんかうわ楽しそうみたいな感じがすごかった。前の方にいた皆さんはどんな感じでしたか？やっぱ Keep Going もな、めちゃくちゃいい曲やな。この曲マジで背中を押してくれるから、なんか頑張りたい時とか頑張ろうと思ってる時
時とか、これから受験生とかも多分忙しくなってくると思うから、受験シーズンの時とかに聴いてフォーリミから元気もらってほしいなと思う曲やから、私はフェスでこの曲聴けたのがすごく嬉しかったです。そしてね、最後リメンバーを何回かやってたよな。リメンバーつって一人でくるくる回っててんけど、何回もやるから何回も一人でくるくる回っててめっちゃ楽しかったです。全力でフォーリミは楽しんできました。そして続いてジオーラルシガレッツに行ってまいりました。この日私はオーラルで前方エリアを獲得していました。しかも最善でございます。ビビるぐらい近かったです。こんな近くでいいのみたいな。私はその最善やったからさ、スクリーン一切見てなかったんけど、なんかネクストアーティストみたいな映像あるやん、あれの後にスクリーンにめちゃくちゃ抜かれてたらしくて、いろんな人からマミさんスクリーンに抜かれてましたよねみたいな DM とか届いたんですけど、それは私みたいです。なんか私はさ全然気づいてなかったんけど、あまりにもその連絡をいただくので、きっとそれは私で間違いないと思います。というわけでめちゃくちゃ笑顔でオーラルを待ってる姿が映し出されてたみたいです。そして起死回生ストーリーから始まりました。もうめっちゃ嬉しかったんけど、起死回生ストーリーからのネットクリミナル、簡単なこと、もうさ何このゾーン、もうめちゃくちゃ飛んだよなマジで。体力なくなるって最初の3曲でと思いながら、もうハーハー言いながら飛んでるんけど、でちょっとさエンチャントでふーってなったらもう次バグ入ってくるやん。もうさもうオンラインやん、もうこっちはくったくた、もうマジでさはーはーってなりながらライブ見てて、でここで通り過ぎた季節の中でフェスで聴けるのこの曲と思いながら、ヤマタクの優しい声に包まれてきました。マジでよかった、嬉しかった。でその後のもう 5&5 をミスト、ブラックメモリー、これはもうみんなでさもう声出しながらさ飛ぶやん、めちゃくちゃ楽しかったよな。そこにいたみんなはわかると思うけど、もう私 5&5 の最初のさ歌うところ、大合唱のボリュームが半端なくて、なんかもうそれでうるってきて、この空間幸せ、みんなが歌ってるマジで最高と思いながら、ミストとかもさ私大好きな曲やからさ、ミスト、ずっと抵抗な、ミスト来た、あ、ブラメモみたいな、もうなんかもうこの3曲はめちゃめちゃもだえてました。でなんか最後にラブが来たのよ。もうなんかこのラブで締めるオーラルのセトリ、こんなに散々暴れた後にラブで締めるの、すごいハートフルなライブになったなと。でこの頃にはすっかり日も沈み、照明が綺麗になりつつある中で、こうみんなのクラップがね響き渡るのマジで最高でした。そしてね、鳥のアーティストはアドです。初めて見ました。なんかもうシンプルにすごい12曲もう曲やってたのよ。で私日常的に自分で選んで、あ今日はアド聴こうみたいな日はないねんけど、ほぼ知ってたかなっていうのにまずびっくりした。それぐらいアドの曲って日常に溢れてんねやっていうのが、ライブ自体もなんか表現力がすごいというか、表意力というかさ、なんか曲に持っていかれてしまうんじゃないかなっていうぐらい、こう一曲一曲に入り込んでるライブをしててすげえなみたいな。曲によってもさ、そのシャウトの感じとかも全然違うかったし、曲ごとに人が変わるというか、もう曲にバッチリ染まってる歌声を聞いて、マジですごいなの感想しか出てこへんかった。ええもん見たなーっていうライブでした。そして最後は DJ カズラジオ体操から始まり、最後の力を振り絞って全力で飛んできました。友達にもまたそんな体力あるのって思われてるんやろうなって思うぐらいめっちゃ飛んでたし、でなんか結構スクリーンにさ、そのみんなの顔がこう抜かれたりしてたのよ。その全員がバリ笑顔で楽しそうに飛んだりとかしてるのも見るのも楽しかったし、なんか最後の力を振り絞ってじゃないけど、もうめちゃくちゃバチバチに楽しんできました。最後ね DJ カズで8月6日は終了でした。ということでこんな感じでいろいろ回ってきました。この日はほんまに途中で雨降ったっていうのもあったから、暑すぎて体力持ってかれたっていうより、比較的元気に一日中音楽を聴くことができて、私はすごく楽しかったなっていう感じです。もうただ聞き逃した曲がいっぱいあるから、これはどこかで回収せなあかんなっていうのがすごくあるのと、やっぱマイヘアのワンマンに猛烈に行きたくなりました。私はこんな感じで回りました。皆さんどんな感じで回りましたか？なんか私が見てないアーティストとかの感想もぜひ教えてくれたら嬉しいです。ということでマミでした。ほなねー。